台湾の大手半導体メーカー TSMC が熊本県内で3つ目の工場の建設を検討しているとアメリカメディアが報じました。最先端の半導体の生産を視野に入れていて、投資額はおよそ200億ドル、日本円で2兆9000億円に上る可能性があります。TSMC はすでに熊本県内で第一工場を建設中で、 第二工場の建設計画も明らかになっています。